はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、サムネ等にもある通り1万円企画をやっていこうと思います。本日ですね、僕が訪れておりますのがトマト&オニオンさんという、関東圏内にはほとんど店舗がなくてですね、僕も初めてなんですよ。で、まあ、ちょっとね、メニュー表とかを見る限りものすごく美味しそうなメニューがありまして、楽しみながらですね、本日は1万円企画やっていこうと思います。いや、じゃあちょっと腹減ってますんで早速入っていきましょう。はい、ということで、ただいまですね、店内に入ってまいりました。でもうね、だいぶお腹ペコペコなんで、早速ね、ちょっとメニューを注文していきたいと思います。トマト&オニオンさんのね、メニュー表はこんな感じでございます。まあ、一品物はもちろんなんですけれども、このね、ハンバーグがめちゃくちゃうまいらしいんですよ。牛肉 100% 弾丸ハンバーグとか、もう名前だけですげー気になるよね。で、その他にもね、キッズメニューとか季節限定のメニューなんかもあるらしいんですけれども、こちらのね、店舗さんは電子で注文する形なんで、1万円分ね、じゃんじゃん注文していきたいと思います。これ、名物の弾丸ハンバーグ、シングルとダブルがありまして、シングルは税込みで1099円、ダブルの方になると税込みで1859円と、ダブルにした方がお得なんだよ。だからこういう企画だと頼まない方がいいと思うんだけれども、僕はね、2つ食べたいのでダブル注文したいと思います。で、ソースがですね、こんな感じで5種類から選べます。で、左上の法則でこのオニオンソース選びましょう。で、選びますと、これね、お店さんの方にライスバーとかサラダバーとかいろいろあるので、セットメニューが選べるんですよね。もちろんこれ、ご飯もカレーもおかわりしたいし、サラダもおかわりしたいので、まずこちらは1品目と。ということで、一応ですね、一通り気になる、まあ、メインメニューだったりとかサイドメニューを頼んだところですね、現在、税込みで8263円、まあ、スイーツ分を残してですね、まず1品目と注文させていただきます。はい、ということでですね、僕が調子の頼みすぎたせいでですね、一気に来ちゃったので、テーブルがいっぱいになる前に、順次ですね、出来立てをいただいていこうと思います。いただきます。とまず、まあ、取ってきたこれサラダですね。今回はオクラ、ブロッコリーにマカロニとで、レタスかな。うまっ、うん、ありがとうございます。はい、どうぞ。あのですね、僕が調子乗って頼みすぎたせいと、本当に提供早いので、今手風パンパンです。やばいやばい、ちょっとどんどん食べ進めちゃいましょう。うん、やっぱね、こういうところに来たらやっぱ絶対頼んじゃうのがこのほうれん草の作ってやね。うまくない？うまっ。ちょっと熱々のもんから食べていこうか。まずこのとんかつ行こう。とんかつね、とんかつ見てくださいよ。お肉側もね、断面図こんな感じでございます。さっぱく、うん、そしたらね、せっかくなんでこちらにソースを、うん、うん、取れてなくね。今ね、ちょっと音声ミスで取れてなかったわ。こっからクリアに音声が聞こえます。うん、最後贅沢にね、二切れ食いしちゃっていいですか。とんかつ完食しましたんで、弾丸ハンバーグちょっといっちゃいたいと思います。うまそうだこれ。よいしょ。うわー、でこれをこうっすよ。
で、ソースにつけまして、うわうん、本当に肉の旨味がすごくて、別にソースがなくてもこれだけで十分美味しい。うまっ。これは米。一般のね、普通の YouTuber さんからしたら、この1万円企画って結構ね、大変な、まあ、企画、チャレンジだと思うんだけれども、僕らにとってはただのご褒美。うんまっ。もうね、ペロッとこの弾丸ハンバーグ完食しちゃいました。一旦このカリカリポテトで、ね、小休憩。ってこれ止まんないやつだ。普通のね、フライドポテトもメニューにあるんだけど、このカリカリポテトやばいね。ま、他にもいろいろメニューあるからさ、出来たてでいきたいんだけど、止まんなくなっちゃった。さすがに置いときましょう。まだ主食は結構あるから、先食べないと。この鉄板ナポリタンもいっちゃいますか。ナポリタンも何種類かあったんだけど、今回はね、一番贅沢なエビフライと目玉焼きやウインナートッピングされてる超豪華なね、メニュー注文しました。うん、うまっ。今回ですね、せっかく目玉焼きトッピングしましたんで、これをね、こう、うわ、うまそう。このさ、卵をナポリタンに絡めちゃったりして、いかがです、これ。うまっ。いや、これちょっとね、大盛りで頼みたい。2,3 皿頼みたいもんね、このナポリタン。かなりね、好みの味だ。ケチャップ感というか、酸味とかもね、優しいし、これはうまい。ということで、こちらですね、ナポリタンも完食いたしましたので、こちらにですね、熟成牛カルビ重なるものも注文してあります。こんなのはもうどう考えてもうまいでしょ。はい、こんな感じ。こんなのはもう全員好きな見た目ですわ。こんなうまい。ちょっと待って、ごめん、ペロッといくわ。そしたらもうだいぶ一陣に注文したメニューも限られてまいりましたね。ちょっと唐揚げも、うん、うまっ。ちょっと味噌汁忘れてたわ。なんかね、うますぎて、なんか企画とかどうでもいいもんね、今。むしろこの調子だったら2万ぐらい食いてえわ。基本的にはね、一品物とかも含めて値段がね、結構安価だからいいよ。うまいわ。
ただ、もう残りね、ご飯も少ないんで、アレンジしちゃっていいですか。このバーで取ってきたカレーをですね、一旦こちらのご飯に、よっ、うわぁ、かけまして、で、贅沢にここにね、唐揚げをトッピングするわけですよ。これでね、唐揚げカレー、いかがでしょうか。ちょっとこれはもう見た目でテンション上がるわ。うん。うん、うまい。うまっ。やっぱライスバーとかカレーバーとか、それこそサラダバーとかもそうだけど、自分で取れるスペースがあると、いろんなね、このメニューと合わせてアレンジができるから、いいよね。ただ残りはもうこのおしゃれな一品系でございますね。この明太ポテサラ、これとね、お酒一杯いったら最高よ。からもうあと数分でね、終わっちゃうんで、先ちょっとデザート注文しちゃいましょう。どうしようかな。ね、正直ね、その金額的な部分もあるから、注文をね、今日は、まあまあ控えたわ。比較的にさ、1万円を越しすぎちゃってもあれだから、いい感じに注文したつもり。やべ、生ハムのカプレーゼなのせって、今一口で生ハム全部いっちゃった。おいしい。うん、最後で、ね、セットのコーンスープですね。ということで、ただいまですね、1巡目に頼みました8000円ちょっと分のね、料理はすべて完食させていただきました。残りの注文したデザート、待とうと思うんですけれども、ちょっとですね、ただいまの合計金額、税込み 13,645 円です。まだですね、料理は来てないんであれなんですけど、金額だけで言ったら3645円オーバーです。いろんな YouTuber さんの1万円企画見てきたけど、こんなにですね、値段超える人はいない。ということで、デザートね、届きました。まだ全部ではございませんが、先にいただきましょう。これ見て、限定のパフェ、いちごやばいでしょう。こういうメニューは春ならではだね。うまっ。もうこんなのずっと食えるじゃん。スイーツ頼みすぎると一個問題があって、僕ゴリゴリ近く過敏なんで、そこだけね。まあ、もう速攻でパフェ完食しちゃいました。そしたら次は、ティラミスかな。ちょっと見て、このティラミス。うわ、もうクリームやん。お、絶対うまいやん、こんな。出る。これ美味しい。ペロリ。またこれクリームたっぷりよ。ありがとうございます。今ですね、ちょうど追加分すべて到着いたしましたね。
今日に関しては企画というか美味しかったよってところを見てもらうっていう動画だね。そしたらこちらのパンケーキいっちゃいましょう。うい、うわこれうまそう。あのごめんなさいね、あのちょっとこういうさソースももったいなくて。おいしい、うまっ。これがさ、うまくないわけないよね。僕の動画で今までやった1万円企画って結構ね、肌的にはきついものが多かったのよ。だから心配したけど、こういう軽い食材から、まあ、しっかりとしたね、商品までもう幅広くあるから最初から最後まですっごい楽しい。もうこのね残り4つですよ。この量じゃペロッといっちゃうね。これブリュレなんだけどさ、聞こえるかな、このサクサク感よ。待って、このブリめちゃうまいぞ。なんかね、こんだけいろいろ食べて思ったけど、このレベルの高さすごいわ。スイーツ店食べるようなスイーツよ。うまっ。こんだけ食ってさ、まだ食欲が止まってない自分が一番怖い。一気に全部いっちゃっていい？入るかな？うまっ。じゃあ最後ね、これ白玉とブリュレのパフェですよ。あ、黒ごまうまっ。この黒ごまのアイスかな、下に入ってんの超濃厚。では本日こちら最後でございます。うわ、中にまでいちごたっぷりよ。すごいわ。上からブリュレ、プリンでいちごアイスに、下にはこれチョコのムースなのかな。うまー。いや、このパフェ1個で満足感すごいな。そしたら本日の企画、こちらが最後の一口ございます。うまかった。ごちそうさまでした。ということで、ただいまのですねパフェを完食し終わりまして、本日は 13,645円と無事ですね企画達成させていただきました。まあ、だいぶね価格もオーバーしてしまいましたが、今回ね見ていただいて、まあ、どんなメニューがあるかとか知っていただけたかなと思います。ちょっと今後もな
これぐらいの満腹度でゆったり帰れるんであれば1万円企画どんどんやっていきたいです。全国的に店舗ございますので、お近くにある方はですね、ぜひ食べに行ってみてください。本当にね、グランドメニューからデザートから全て満足できること間違いなしでございます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回もですね、雑談コーナーということで、ごめんなさい、ちょっとですね、撮影が立て込んでおりまして、結構ね、編集を急ぎ目で今やってるんですよ。なので前々回ぐらいのね、編集してる動画の公開がね、まだなってないということで、ちょっと新しいね、コメントがそんなに来てないので、今回もですね、雑談コーナーということで、すみません。まあね、今日お話ししたい内容といたしましては、まあ、感謝と言いますか、本当にですね、最近黙食、ほぼ黙食チャンネルというね、サブチャンネルの方もすごく喜んでいただいている視聴者様が多かったりとか、再生数もですね、もう1万回以上というところで本当にありがたいなという、まあね、それの感謝のお伝えをできればと思い、今お話ししております。やっぱりですね、コメントを見る限り、もちろんですね、今のこの食レポをする動画というか、まあ、それがね、嫌とかなんだってわけではないんですけれども、やっぱりですね、今までやっていたような、こう、黙食動画っていうのかな、そういったものも見たいなとか、こういった動画の方が好きだなみたいなご意見もたくさんね、いただいておりますので、今後もしっかりと引き続きですね、こちらのメインチャンネルで、公開した動画につきましては、こう喋るね、部分をカットして、しっかりと黙食動画としてまたね、別のチャンネルで上げさせていただきたいと思いますので、ぜひですね、ご覧いただければと思います。で、明日はですね、朝一から、ガジュさんと一緒に山梨に行く予定がございますので、本日はですね、早めにしっかりと睡眠をとりまして、結構なデカ盛りの撮影になりますので、頑張って明日一日行きたいと思います。皆様もですね、一緒に仕事を頑張っていきましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。